Zip FM Nagoya City I love Nagoya。 ここからは名古屋シティ I love 名古屋、私も大好きラブ名古屋な、ここ名古屋市のいろんな情報をお届けしていきます。まずは今家庭でできる地震対策についてのお知らせです。新型コロナウイルス感染症も心配ですが、一方でいつ発生してもおかしくない南海トラフ巨大地震への対策は万全でしょうか。寝ているときは最も無防備で、転倒した家具により亡くなったり怪我をしたりする可能性が高くなります。まずは寝室の家具転倒防止対策として、家具の固定を優先して行ってください。背の低い家具を選んだり、レイアウトを見直すことも対策の一つになります。寝ている場所に倒れてくる家具はないか、家具が倒れて出入り口を塞ぐようなことがないかなど、自宅にいる今だからこそ家族みんなで確認してみてください。今家庭でできる地震対策は、他にも災害時の家族間の安否確認方法や避難先の確認、非常持ち出し袋、家庭内備蓄の準備、地震火災対策などもあります。いざという時のために家族みんなで確認し、地震に備えましょう。詳しくは消防局消防課、電話 052-972-3543 052-972-3543 までお問い合わせください。 Next。 続いて第18回名古屋化市民祭販売のお知らせです。名古屋化市民祭は名古屋市が発行する債券で、資金を借りて施設を整備し、その後長い期間をかけて返済していくものです。今回の市民祭は健康を支える事業や教育環境を整備する事業として、保健センターの設備更新や救急車の購入、学校の整備に活用します。ご購入いただける方は名古屋市内に在住または在勤の個人の方、名古屋市内に営業拠点等のある法人団体の方に限られます。販売期間は10月16日金曜から10月29日木曜まで、売り切れ次第終了です。お早めにお求めください。利率や取扱金融機関など詳しくは名古屋市第18回名古屋化市民祭と検索いただくか、財政局財政部資金課、電話 052-972-2309 までお問い合わせください。名古屋シティ I love 名古屋。名古屋シティインフォメーション。ではここで名古屋市緑の基本計画2030の案に対するご意見募集のお知らせです。緑の基本計画とは、名古屋市の緑の将来像と今後10年間の取り組みについてまとめた、緑とオープンスペースに関する総合的な計画のことです。街を元気に公園魅力向上プロジェクト、みんなで作ろう地域の庭プロジェクト、未来へつなぐ持続可能な街づくりプロジェクトの3つのプロジェクトを柱に、緑と人がきらめく自然共生都市名古屋の実現を目指します。計画案は名古屋市公式ウェブサイトのパブリックコメントの意見募集中の計画等のページや、各区役所の情報コーナーなどで閲覧することができます。今後も皆さんとのパートナーシップで緑の街づくりを進めていくため、計画案に対するご意見をお寄せください。ご意見は持参、郵送、ファックス、電子メールにて受け付けています。詳しくは緑生土木局緑地事業課、電話 052-972-2486 052-972-2486 までお問い合わせください。さて、今日ご紹介したお知らせに関しては、このコーナー名古屋シティアイラブ名古屋のブログサイトにもリンクが貼ってあります。 YouTube やラジオクラウドにもアップしていますので、ぜひチェックしてください。名古屋シティアイラブ名古屋、今週金曜日もお楽しみに。